郡山市田村町の住宅です。住宅の中からは火が見えていて、辺りには白い煙が立ち込めています。火事があったのは郡山市田村町の住宅で、昨日午後6時半過ぎ、家が燃えていると通行人から消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で住宅と旧家屋2棟が全焼しました。本当に瞬間で一気に燃えましたから、で崩れる音とあれが本当に30分ぐらいで崩れ始まったんで、びっくりしました。当時旧家屋には78歳の男性がいましたが、付近の住民に声をかけられ逃げたため無事でした。警察は男性が旧家屋で何らかの機械作業を行った際に火が出たとみて、詳しい原因を調べています。